ポリーナ・エトモンズは、アメリカ合衆国のフィギュアスケート選手。2014年ソチオリンピックアメリカ代表。2015年4大陸選手権優勝。生まれて20ヶ月でスケートを始め、2歳半でスケートのレッスンを受け始める。2013年の全米選手権のジュニアクラスで優勝。2013から2014シーズン、ジュニアグランプリシリーズに参戦しに連勝。 ジュニアグランプリファイナルでは4位。全米選手権はシニアクラスに初参加し、銀メダルを獲得し、ソチオリンピックの代表に決まった。シニアの初めての国際大会となったオリンピックでは、SP、FS どもに自己ベストを更新し9位に入った。2014から2015シーズン、全米選手権では4位となるも3位のカレン・チェンが 年齢制限によりシニアの国際大会には出場できないため4大陸選手権と世界選手権の代表に選ばれた。4大陸選手権は SP4 位、FS1 位で優勝した。2015から2016シーズン全米選手権では SP で1位、FS では2位で銀メダルを獲得した。4大陸選手権は新しいスケート靴に鳴らす時間が足りなかったため、 欠場世界選手権は、右足腫上骨の骨座礁を理由に欠場した。2016から2017シーズンは前日の理由で、すべての試合を欠場した。2017から2018シーズン、フィンランディアハイに、出場、13位になる。2020年7月15日、引退を表明。 ベイリアティーン・エドモンズ・レデス。フォーオリンピック・フィギュア・スケーティング・ハット。ナガス・アディット・トゥ・ワールド・チャンピオン・シップス・チーム。USA ・ロスター・ハット・エ b ビザ・イン・サイド・エッジ。エドモンズ・リターンズ・フォローイン・グレイフ。ハット・エドモンズ・フォーカス・ド・ミューズ・キャラティオブ・ニュー・プログラムス。ハット・エドモンズ・ツー・チャンネル・アイコニック。オハ・ライン・ニュー。フリー・スケート。ありがとうございます。